マブラブ、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、温泉旅行の日からですね。お、名誉どうした？取って取って。お、何してんの？何してんの？この部屋を通らないと外に出られないのは分かってるけどさ、まだ6時だぞ。おい、こら、めえや。タケル、もう起きたのか？早いな。どうした？何を怒っている？さっきからウロウロと何やってんだよ。ん？旅行の準備に決まっているであろう。出たり入ったりしないとダメなのか？初めてのことだけに分からないことが多いのだ。そんなのつくみさんに任せてもいいだろう。そう言ってくれるな。自分でやってみたいのだ。なんだ？突然黙るな。まあ、いや、まあそれはいいことだと思うんだがな。つくみさんというストッパーをなくしてちゃんとした準備が進むんだろうか。そなた、私が用意もろくにできぬと思っているな。とてもすごく。そんな顔してもダメだ。だってお前、普通旅行の準備は前の日に済ませておくもんだぞ。とにかく今は忙しいので、そなたの相手をしておれぬのだ。許すがよい。あ、ちょっと怒ってるか？そんなことはない。へえ、メイヤでも拗ねることあるんだ。バカ、私は拗ねてなどいないぞ。はいはい、じゃあ俺はもう一人眠りするよ。そうするがよい。時間には起こすからな。頼むよ。おやすみ。6時は俺もう実況撮ってるの。うわ、何？なんとなくこうなる気はしてたんだよな。ようこそ諸君、校長のエンドレス演説を乗り越え、ようこそ。よくぞ集まってくれた。おやっぱ三剣のバスなんだな。我々は今終業式を終え、自由の大海原に旅立とうとしている。おー、立てよ国民、集え俺の旗のもとに。何あれ。さあ、はいはいはい、バカ言ってないで下がりなさい。あんたの演説ごときじゃ誰も奮い立たないわよ。奮い立つ必要あるの？先生、早かったですね。職員会議とか言ってませんでしたっけ？そのぐらい校長のエンドレス演説黙らせるより簡単よ。何したんだか。何があったんですか？あんまり詮索しないで、想像にお任せするわ。じゃあ集まってちょうだい。ん？みんないるわね。はい。まずはみんなありがとうね、マリモの昇進旅行に付き合ってくれて。あ、そういう名目なの？ちょっと。ところで通知表を見た？ええ、まあ今学期の通知表にはマリモの超個人的感情が反映されてる場合があるから気をつけるように。は？あ、でもあんたら別に彼氏いるわけじゃないから大丈夫なのかな。な、何言ってるの？そんな優子みたいなことしないから安心してね。これから3泊4日の温泉旅行に行くわけだけど、衣装は置いてきた？え？は？生きて帰るためには相応の覚悟が必要よ。マリモ、言ってなかったの？私が聞いてません。マリモ以外は私が全額出してるんだからね。スポンサーである私を楽しませることが第一によ。それ楽しめるのかな？勝手なこと言わないの。それじゃ挨拶はこのぐらいにして早速出発よ。なんつーマイペース。ケイちゃん、温泉楽しみだね。うん、本当に楽しみか？そこで黙るなよ。ああ、楽しみ。ああ、そりゃよかった。棒読みやめろよ。楽しみだよ。あ、ミキもバス乗る？どうしたの？お前なんだその荷物は。厳冬期のカンガプルな単独登頂でもするつもりか？そんなに多いのか？いつもはさ、好み一つで出かけることが多いから、たまにはこういうのいいよね。よくないぞ。やっぱタケルもそう思う？山はいいよね。話を聞いてくれ。行き先知ってるか？よし、
今日は登るぞ。やっぱ登るつもりだ。頑張れよ、応援だけはしてやるから。タケル、そろそろ出ると言ってるぞ。了解、すぐ行く。ん？なんだ？荷物それだけ？まあそれだけってこと少なくもないけど、実に女連中の荷物としては平均的だ。メイヤのことだからヘリで輸送するくらいの量になると失礼ながら思っていたのに。鏡に必要なものを聞いて用意したのだ。何か違っているのか？メイヤもまともになったな。ん？何を言っているのかわからん。メイヤ様、準備が整いました。うん、どうだった？はい、付近の山裾にキャンプにちょうど良い場所が見つかりました。キャンプ？ちょっと待って、何するつもりだ？はい、一時的にそこに駐留しまして、いざという時に迅速な対応が取れるように。メイヤ、つくよみ、それは中止だそうだ。かしこまりました。一瞬でも信じた俺が間違っていた。これがメイヤなんだった。はいはい、みんな乗ってね。白金、はいはい。どこに座るわけ？え、はい、男の決断ってやつを見せるときが来たよね。え、これ別に一人ずつでもよくないっていうぐらいの規模のバスだけど。で、どこに座るって？まあこうなったらなあ、普通だったらここだけどな。俺だったらこうするけど、まあこうだよね。メア、ここいいか？え、もちろんだ。それでは出発いたします。運転は一文字高橋、添乗員は私、つくよみまなでございます。あー、高橋さんが運転するんだ。なぜ拍手？そんなにいないだろう。なんでつくよみさんがガイドやってるんだ？運転手ともに光月教諭のご指名だ。雰囲気が欲しいのだと言っていたぞ。まったく、あの先生は。つくよみ本人は体操をやる気になっていたようだが。え、そうなの？こっそり毎晩練習していたのを知っている。へえ。皆様、右手に見えますのが。何か見えるか？特に見当たらないな。左手をご覧くださいませ。何か見えるか？特に見当たらないな。そのためこの名がついたと言われております。何がだ？いや、意味のあることは何も言っていないと思うが。あの人は一体何の練習をしてたんだ？皆様、ご到着でございます。ふぅ、なんとか無事に到着だ。休憩でスカイテンプルに寄ろうと言い出した時、メイヤが断固拒否することを除けば平和な道のりだった。温泉の香りがするね。硫黄とかその辺か、俺苦手なんだよな。そうか、別にそれらしい香りはしないけどな。あれ、硫黄の匂いしないの？はい、これ部屋の鍵よ。白金くんと鎧くんでお願いね。部屋の鍵ってどう見ても襖なんだけど。わかりました、行こうぜ。みこと、この匂い、温泉の成分はきっと。分析などにしろ、行くぞ。これあの奥のさ、奥のなんかよくわからんスペース好きだわ。そうだね。何してんだ？荷物を出してるんだよ。ちゃんと整理しとかないとね。ほう、食べ慣れしてるやつってのはこうなのか。見事の場合は冒険だけどな。ちょっと待て。お、何それ？登山リュックの中から出てきたピンク色の小物入れは何？タケル、ツッコミ入れていいのかな。見なかったことにしよう。まさか見事にこんな趣味があったとは。旅は人の知らぬ一面を見せてくれるものよな。タケル、いるか？探検しに行こうよ。面白そうだよ。ああ、わかった。遊技場こちらね。壁に貼られた手書きの矢印、そこは仕方なくチープな雰囲気が漂ってますな。俺は嫌いじゃないけどさ、こういうの。何があるのかな。ま、温泉っていうからには卓球は絶対だろうな。ボーリングもあったりするかな。ないだろう。どうかしら、それほど広い旅館には見えないけど。
ボーリングか。最近やってないな。お前とボーリングなんてやったことないよな。スコアどうなんの？10回やって2本は当てたよ。え？ 2？ スコア 2？ それはお前ある意味超人的だな。そんな下手くそ見たことがない。何言ってるんだよ。すごい確率だよ。運ゲーじゃねえぞあれ。いやそれは確かにすごい確率だよ。素人だってそこまでひどくない。そんなことないって。そう簡単に掘り当てられるもんじゃないよ。あ、そういうことか。そっちのボーリングか。掘り当てる？地質調査だよねそれ。そうだよ。まあけど温泉に来てまで温泉掘ることないよね。さ、とっとと行こうぜ。あれ、どうしたの？ここだね、いいね、やっけ。うわ、どうしたの？見事見ろ、バレちゃうのあんのかよ。フル筐体じゃないオープンコックピット型だけどちゃんと8台並んでる。 GR ターミナルもあるよ。ってことはこの温泉正規加盟店なんだ。地方温泉アナログ型し。これがバルジャーノンなんだね。ミキ初めて見たよ。白金くんと鎧くんが盛り上がってるからどういうものかと思ったら。なんだよ、ただのゲームだと思って馬鹿にすんなよ。別にしてないわよ。いや、これは本当にすごかったぞ。みつるぎさんやったことあるの？うん、非常に面白かった。うん、二人で一緒に乗ることもできるんだよ。残念、ここには複座型がないな。みんなでやってみれば？私見てるから。なんで？ほら、チーム戦ができるって書いてあるよ。7人じゃ無理だよ。じゃあミキが見てるよ。いいのいいの。じゃあせっかくだから3対3でやってみようか。いやよ、こういうのわからないし。不利な勝負はしない煽るね。ね、どこにお金入れるのかしら。じゃあ単純だな。グーとパーでじゃんけんだよ。グーパー。どうしてこうなるのかしら。あるよね、その地域差みたいな。こっちのセリフ。ほらほら、そう言ってる間に動かしてみろよ。うまいもんだな、あゆみね。レバーを倒しただけ。その3人チームなのか。そうそう、その調子だぞ。バカにしないでよ、レバー倒しただけよ。なんだか面白い組み合わせだね。そうだな。俺と院長がカイゼル、あゆみねはミャムン、向こうはミコトがシャオミンで、タマとメイヤがカイゼル。カイゼルが基本機体みたいな感じなのかな。機体構成が同じなのが面白い。ついでにスピーカーじゃなく直接ミコトの声が聞こえてくるのも新鮮だ。そんじゃ行ってみようか。 You lose。 そらな、ミコトとあれだもんね、メイヤーがいるんだもんな、向こう。あのな、委員長、後方支援ならあやみねをフォローしなくてどうすんだよ。ちゃんとしたわよ。下手なだけ。よく言うわね。あなただって連携お構いなしで前に出るから。タマセの方がうまかった。まったく、せっかく俺がミコトとメイヤーを引きつけたのに。いや、でもタマセは上手だったよ。スナイパーって感じだったね。あのね、横のテレビだとミキちゃん結構映ってたよ。そのあれかい、その画面のやつまであんのかい、すごいね。ライブモニターあったんか。同じ光栄でも全然違う。誰と比べてるのかしら。ふん。あのね、とにかくこれではっきりした。委員長とあやみにはゲームでも協力できないってことだな。そうか、少なくとも2戦目はそう見えなかったかな。ちづるちゃんも前に出てきた時だよね。あれびっくりしちゃった。確かにそうだな、偶然かもしれないけどあれは立派な連携プレイだった。うん、そうそう、結構いい感じだったよ。やめてよ、偶然考えが一致しただけよ。それがいい連携につながるんじゃないの。何よその嫌そうな顔。え、あなたね。あら、あんたたち何やってんの。あ、ゆうこ先生、もう温泉入ってきたの。みんなで散歩。先生たちはお風呂ですか。当然じゃない、
温泉に来たらまず温泉、次に温泉、最後に温泉よ。俺温泉行っても長く疲れないからな、長風呂ができなくて5分10分で寝てちゃうんだよね。はあ。あなたたちも入ってきたら気持ちいいわよ、露天風呂。え、露天風呂なんですか？もう外も暗いから大丈夫よ。でも何出し惜しみしてんのよ。覗いてもらえるうちが花よ。マリモの年になるとそれすらないのよ。あんただって同い年でしょ。俺たちどうする？いいよ、行こうか。とっとと入ってきなさい。上がったら夕食よ。あ、旅館の飯食いたいな。なんだあの含み笑いは。何があるんだ。あ、とっくりがめっちゃ浮かんでる。あー、温泉はいいね。タケル、いるの？あ、こっちだこっち。湯気がすごいね。それは寒いからだろう。なんだかんだ言ってもう今年もあと少しだからな。そうだね。ミコト？何？なんでこっちに来ないんだよ。え、別にいいじゃない。なんだよ、釣れない奴だな。顔も見えずに帰らんて虚しくなるだけだろ。いいんだ、僕すぐ上がるから。お？だから気にしないで。たくいいから来いよ。うわっ、お前キャシャだな。本当に冒険野郎なのか。それは父さんだよ。僕は連れられてるだけ、強制的に。でもお前それだってもうちょっとたくましくなってもいいだろう。俺の方がまだ筋肉あるんじゃねえの。なんだよそのプリプリした二の腕は。まさかお前ひょっとして、実はデブ。え、そお前そっか、わかったぞ。だからいつもブカブカの制服着てんだな。そうだよな、男子女子に大人気のお前じゃそれ言い出せないよな。ちょっといいって、誰にも言わないから。悪かったな。オッケーオッケー、お前の正体は湯煙の向こうってこと。あのね、いやマジで誰にも言わねえって。よし、男同士約束しちゃうぞ。ま、いいか。本当は女性だったりすんのかな。タケルちゃん、もう上がるの？うわ、バカ野郎、恥ずかしいまねすんじゃねえ。僕たちは上がって先に戻ってるよ。はーい。たくよ。はい、ということでじゃあここで一旦区切ろうか。いやー、旅館泊まりたくなってくんな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。